さあ、週末あれ見たよ編、本日の映画には一言も二言もあるゲストは2週間ぶりの登場です。浅草キッド水道橋博士さんです。お願いします。どうも。もうね、この放送に入る前に話が弾んじゃってね、基本的に僕らね、あのブルペンで肩壊れるタイプ、壊してるね、はい、もうちょっと壊れかけてるんですけど、はいはい、ただ僕確信のとこ全然喋ってないじゃないですか。いや、愛のむき出しの話は一切してないです。お互い、ええ、博士も俺なんて言うかなって思ってるでしょ。そうそうそう。竹内かなえもすでに見てる。私はかつて一度見て、この度もう一回見ました。もう一回見た。見ました、見ました。えらいね、4時間を。それが一回目見た時は、その衝撃の処理に時間がかかって長いと感じたんですけど、二回目あっという間でした。4時間あっという間。はい、2回目は、1回目は長かったんですけど、はあ、2回目あっという間だったのがすごい不思議だなと思って。じゃあ僕の感想いきますよ。はいはいはい。博士は、意地悪な踏み絵を持ってくるな、これが感想です。そうそうそう。要するに博士は、俺を困らせようとして、これを持ってきてるとしか思えないです。伊集院が感想を言いにくいものを、はい。というか、伊集院が自分の内面で、吐露しなきゃいけない、部分が出てくるぞと思うようなものを選んでるんですよ。なるほど。うん。で、それがビンビン伝わってくるから、それをちゃんと踏まないとかっこ悪いなって思うんですよ。で、受けてたって今日は、赤裸々に。まあ、語らなきゃくださるということで。思うんですけど、これね、だからこれをね、言うことで、その、この愛のむき出しが好きな人、水道橋博士が好きな人は、こういう感想を持つんだろうな、嫌だなっていう、とこまで分かった上で言いますよ。うんうん、僕、こういう映画をもう求めてないです。もう求めてない。こういう映画に、20代中盤に出会ってたら、また違ったんでしょうけど、しかも、ここ何年間かが僕テーマにしてることの中に、これを切り捨てるが多分ああなるほどねあると思うんです。はいはいはい。言葉すごく選びます。これが好きな人もいて、僕の周りにもすごい好きな人がいて、でこれが好きな人の持ってるすごいこうとんがった感じや若さみたいなものがいっぱいあると思うんですけど、逆に言うと博士が俺より年上でこれ行くんだっていうことに対する嫉妬もあります。嫉妬もあるし、これ嫉妬してたら俺は一歩も進めないって思うような覚悟もあります。だからこれは才能であって作品ではないと思います。ほう。これはこの監督のやりたいこととか人生とかがありとあらゆるものが僕入ってると思うんです。こうやったら面白いだろうな、こういう風にしたら面白いし、このサービスも入れたい、あのサービスも入れたいっていうことを入れたいと思うままに詰め込んだもんだと思うんです。まあ意味軸もね、竹内さんがラーメン二郎と言ってましたけれども、はいはい、かなりのトッピングしてますよこれは、はい、これを見て、ラーメン二郎って具が多いんだろうなって言葉で分かりました。相当ラーメン二郎だとこれ相当だからね、うん、僕が今食べたいのは、究極的な日本そばを打ちたいと思ってる、ああなるほどね、いつも究極的な日本そばを打ちたい気にやっと入れたと思ってて、そうだから、やっぱり博士がね、そのビートたけしの弟子を選ぶじゃん、同じ青春時代、俺古典落語に入るじゃん、でその博士にも僕にもそのカウンターが当たる時期があるじゃないですか、とんがりまくってる一門にいることに対して、博士は中では多分良識派だったっていう時期が僕すごくあると思うんですよ、で僕はその逆に言うと古典落語っていう世界なのにそこがすごい窮屈でしょうがない時期があって、僕はそこからやっぱりもともと古典がやりたかったんだ、ちゃんと喋りたかったんだっていう時期にこの数年ぐらい入ってるんで、そうするとこのなんかそこにもう一回こういろんなものをぶち込まれて、まあ、今いいそういうのは随分見たっていう感じで、風呂敷大風呂敷を広げるんじゃなくて今畳み方をやってるっていうね、まあ、ところでいつ愛のむき出しの話をするんだっていうね、なんで落語の話してんだっていうね。僕だから驚いたのはこの人がもう50歳なんですよね。50歳。でこれ撮った時で僕今2009年か3年前、はい、僕ちょっと年47歳の時撮ったんだ、47歳の撮る映画だとは思わなかったです。思わないよね。いやこれが猛烈に才能のある美大生みたいなやつが撮る、まあそれにしてはちゃんとできちゃってるけど、なんかそのしかもこれ2週間ぐらい撮ってるんですよ。ああ
これはもう凄まじいでしょ、才能のあり方としては。はい。これが才能だって思うのは、うん、僕この映画もっと短くできると思ったんですよ。あ、でもそれ逆なんですよ。あえて長く撮ってるんです。日本映画の状況の中で、エンターテインメントは何かって言ったら、テレビの延長上にある映画を撮って、うん、映画をそのままテレビに放送することが一番利益が出る構造だっていうような映画が作られすぎてる。で、その中で面白さを競い合ってるけれども、それは別にいいですよ。でも映画は違うんだ。映画館で見て、しかもテレビ放送できない映画を作るんだっていう志で撮ってる監督の作品です。確かにできないですね。なんか、そこまでを組める人の不安が多いのは分かります。すごく分かるし。いや、まあでも映画ファンだろうね。この映画を見に行くのは映画ファンだから、やっぱり。なんだよね。だから僕もこの番組の成り立ちは、映画って面白いやついっぱいあるのに、知らないのがあるのは嫌だから、ちょっと教えてくださいよ。うん、っていう、まあ、まさに僕なんです。その僕の、うん、番組として作ってるっていう、うんうん、バックボーンからすると、うんうん、映画界うんぬんも、その人うんぬんも全然どうでもいいです。それで単にその映画がレンタルして来て見て見終わって、うわこんな面白いのあるんだっていうかだけです。でそれで言うとなんかね、出来上がる前を見せられた。ウェルメイドに作っている映画が多すぎるからウェルメイドに作らないんだ、もっと衝撃的な映画体験をさせるんだっていうことを志して作ってる映画なんだよね。まあね、だけどそれが僕はその衝撃を与えてやりたいと思ってるんだろうなって思っちゃうんですよ。そうそう、まさに衝撃を与えてやりたいっていうことをテーマに作ってる映画だから、そのこの映画がすごい好きな人にとって、うん、映画に一石投じてるかもしれないけど、うんうん、僕みたいな立場の人に対しては、うん、石を投げられてるとは思うけど、うん、石を、うん、思いっきり石投げてるけど、うん、思いっきり石を投げられて怪我をしたいと思ってるんだよ、映画体験っていうの。それからしの人にとって映画ってこういう風に2時間の間で、しかも家族揃って一緒に見て、非常に行き届いたサービスができてるっていうもので、物足らない人にために向けてる。だ結局そこが最初の、今の僕は映画にそれを求めていないっていうことにすごい、だから俺はまさにそれを求めてんだよね。そうなんでしょうね。そのすごく興味あるのは、うん、映画から外出た部分で興味ある、このポイント3のそのシオン監督を知れの部分ですごく興味あるのは、うん、博士から聞いて驚くことの数々、うんうん、例えばその50歳であるっていうこととか、うん、もっと言うとこれが最初の作品じゃなくて、うん、むしろ今まであった作品からのこれだっていう、うん、23作目だ、23作目だっていうこととかには、うん、僕が今までこうその知ってきた人の中に全然ないパターンで、うん、これがスタートでどんどんこう変わっていくでいて、すごいもの作るパターンはすごいよくわかるんですよ、うん、もしくはこれがスタートでこれで終わっちゃう人もわかるんですよ、うんうんうん、だけどこれが二十何作目で、うん、でその後にもまた評価を得る作品を撮るっていう感じが、うんうん、僕の中にはこの人どんな人なんだろうとは思う。この後24作、25作目が冷たい熱帯魚、うん、でこれはもう問題作だっていうのはもう間違いないし、うん、ぜ、まあ、ぜひ見てほしいし、その後恋の罪、はい、これは東電 OL 殺人事件だし、この27作目もできたんだけど、うん、それは希望の国っつって原発なのよ。完全に原発をテーマに映画を撮ってんの。だからやっぱ真っ向から言ってんだよね。タブーに。冷たい熱帯魚もタブーに言ってるから。放送禁止用語を言えば面白いと思ってる若手じゃないっていう。そうそう。そういう芸じゃないんだよっていうのをこう、そのシーンを見てくれよって思うんだよね。なるほど。で、なんか、まさに博士が言った、放送禁止用語を言えばとんがってると思ってるっていう世代は自分はあって、すごくその今思うととても青臭い時期で、あれはあれっていう、放送禁止用語だから面白いんじゃなくて、タブーを作らないところから面白い言葉をチョイスするのがまあ正しいんじゃねえかって思ってるみたいな、もしくは放送禁止用語じゃない中で実は一番心に突き刺さる言葉を探すんだってちょっと思ってたりとかはするんだけど、なんか僕自体は愛のむき出しにちょっと感じたのは、過激であることや従来のものとは違うんだっていうことに一番強い軸足を置いているように感じちゃったんだよな。だからやっぱそのこういう運動体としてこう映画作家がいるとしたら、やっぱこう壁をこうどんどん破っていく瞬間が観客としての感動なんだよね。
あ、この人またここを越えていくんだ、ドア蹴り破っていくんだっていうところを見たいんだよね。僕がもう本当に僕のむき出しで話す総合的な感想としては、博士がこれを進めてくれて、で博士がこれをすごい素晴らしいって言っていることに対する嫉妬と驚きが両方あります。あとその恐怖もあれば、あと僕は進むっていう決意みたいな、そういうものがあります。これを僕があんまりハマらなかった、もう僕こういうのいいですっていうことで、博士の後ろにいる愛のむき出しを好きな人は、まあ伊集院ももうあれを受け止めるみたいなパワーはないんだねって言うかなっていう恐怖はあるんです。ただ僕のそれに対する反論は、ただ猛烈に突き進んでるけどねっていう反論はあるみたいな、その博士に対する感情が僕の中ではなんかありますね。まあ博士からするとまだ見てない人、まだ今日聞いて、なんかすごい抽象的な話だったけれども、すごい物議は醸し出してるぞっつって、で竹内は好きなんだろう、で博士と竹内が好きなやつ前回は聞かなかったけど、今回ちょっといよいよ見てみようかなっていう人には、新たにもう一個おすすめポイント作るとしたらどこですか？ちょっとした事件だと思ってんだよね。映画界の、この愛のむき出しが出たっていうのはね、だからそのそういう事件性を見てほしいなと。まあ、その資料の存在自体が結構事件なんだよね。そのジャンルを脅かす存在としているっていうのをね、それを振り向いてほしい。なるほど。それはもう映画の中にしかいないから、テレビの中にはない。それを確かめてほしい。わかりました。はい。じゃあこれだけはきちんと言っていきましょう、博士。はい。収録時間がですね、ちょうど今1時間になっておりましてこれがオンエアがおそらく賞味13分になりますから、1回目の時もそうだったの、ね、はいはいはい、ね、これ CD で売りますかね、スタヤさんが多少お金を持ってたけど、スタヤでこれ借りられるようにしてもらえませんかね、この全部のやつをね。さあ、そんな中でですね、愛のむき出しをご覧になった上で、はいはい、ビデオ屋さんのポップにこんなキャッチコピーを書いたらどうですかっていうのを、まあ、募っておりまして、いつも時間がなくなっちゃうんであんまり読めないんですけど、今日ちょっと博士最後まで付き合っていただいてるんで、1枚、はい、僕はグッときたんですけどってやつが、市川氏の和人さん31歳会社、水道橋博士の芸人魂感じるプレゼンを聞いて、ずっと気になっていたその資本作品にやっと踏み出すことができました。お、初めてなんだ。ちょっと妙理に尽きると思います。はいはいはい。でキャッチコピー、隠し味なし原材料むき出しのてんこ盛り。ほう、まさにでもちょっとトークの中に入ってました、ね、入ってましたねこれね。だから博士お互いなんでしょうね、面白いこと全部喋っちゃうからこの時間になっちゃうんで。そうそう。いやだから、ま、2回目3回目に繋げましょうよ。いや別にどっかの打ち上げで喋ればいいんだよね。ということで水戸橋博士ありがとうございました。